始まりますね。はーい、どうも、始まりますね。いや、何が、あ、どうも、ワイキンブロスのゆきやんでございます。何が、あ、その前にちょっと髪の毛乾かしますかね。スキップ。OK。はーい、ということで、まあ、実は言うと、去年の10月ぐらいから、まあ、水面下でやっていたことが、あるんですね。まあ、それは何かと言いますと、新企画が、改めて、始まるんですね。いやー、嬉しいですね。まあ、何の企画かと言いますと、あ、ちょっとね、何の企画かと言いますとね、あの、こちら、出てます、ロゴが。わかるで楽しく、ひらめきで学ぶ、アウトプットタイム。来ました。ありがとう。嬉しいわさ。そうなんですよね。このね、この僕が作ったキャッチコピーね、ちょっとまあ曖昧なんですけど、確かこんな感じだった気がする。今ここに、ちゃんとしたの出てますから、皆さんこれ見てくださいね。はい。帰ってきました。リターンズとして帰ってきましたよ、皆さん。どう思いますか？まあ、見たことないか。わかんないですけど。まあ、今までね、歴代で、まあ僕、心理学好きやったりとかね、本読むのが好きなんで、まあそういったね、本の内容であったり概要とかを、5分とか10分とかでギュッとまとめてね、エクストリームに、まあ解説しちゃったんですけど、ちょっとまあ方向性違うなと、思いまして、私、ゆきやんが独自に考えた、皆様にね、お伝えしたいこと、そして、ここが重要なんですけど、ここがとても重要なんですけど、小学校、中学校、高校、まあ大学も含めまして、このね、長い期間、まあ、考えようとしても、一旦その時考えとっても、いつの間にか考えるのをやめてしまった話題。まあ例えばですけど、戦争の話、戦争はするべきなのかどうか、そして男性、女性はなぜ分かり合えるの、男性、女性はなぜ分かり合えのか、分かり合えないのか問題とかね。あの、お金はなぜ必要なのか問題とかね。まあ、そんな感じで、あの、考えとっても、いつの間にかその答えが分からずに、その流してた話題とかがあると思うんですよ。それを、私、ゆきやんが、僕なりにね、解釈してる部分があるので、それをね、言語化って言ってね、あの、ちゃんと口で説明して、論理的にね、説明して皆様に、まあ、理解はされなくても、まあ、少し話題として、まあ、友達とか恋人、家族とかで、まあ、あ、ゆきやんか、こんなこと言っとったんやで、とかね。まあ、そんな感じの、まあ、一つの話題として、まあ、皆さん、聞いてくれたらいいかなと思いますので、まあ、始まるのが多分、まあ、8月末くらいですかね。はい、8月末くらいから、私のこの新しいアウトプットタイムがね、始まっていきますよ。第1回目は、あなたは未来にどうやって備えているか。あなたは未来に向けて何をね、準備しているのか。そこを私は聞きたい。そしてなぜ必要なのか。なぜ未来を見る必要があるのかね。ちょっと噛んでしまったけど。なぜ未来を見る必要があるのか。まあ、そういったところであったりとかね。まあ、本読むことの大事さであったり、勉強もそうですけど、改めて、なんかその親に、まあ、勉強しなさい、あんた勉強しなさいって言われて、何を勉強したいか分からんちゅうねんってね、まあ、思う方もいると思いますけど、まあ、それをなんで、ましてや、何のためにね、必要なのかを、まあ、皆様にちょっと分かりやすくね、この、なんやろ、図形とか、まあ、いろんなね、示し方で皆さんに共有しようと思います。そして、まあ、本編がそういう話がありまして、まあ、後編は、質問コーナーやろうかなと思います。はい、質問コーナーで、質問コーナー何をするかと言いますと、今ここ出てるからな。ちょっと出して。はい、ありがとうございます。こんな感じでオリジナルステッカーを差し上げます。ただ、あ、そこにサインね、ユキアンとアニアン、アニアンとユキアン、YT ボロス二人のサインを書いた上にちょっと隙間空いてるから、サインを書きますよ。はい。そして、これどうやったらもらえるかと言いますと、
まず私にこのアウトプットタイム宛てにぜひともね、皆様のご質問、お悩み、ご相談ね、感想なんでもよろしいからバンバン送ってください。まあ、送り方としましては概要欄に応募フォームがございますので、そちらクリックしてね、埋めていただくところは埋めていただいて、僕に送ってください。まあ、全然 TikTok の DM でもしかり、インスタの DM でもしかりね、送ってください。はい、送ってくれたら、プレゼントね差し上げます。無料で差し上げます。質問してくれたお礼として、プレゼントします。はい。あ、ちなみにですけど、住所とご指名がなければ送れませんので、皆さんそれはね忘れずに。そんな感じでありまして、皆様にご報告ということでね、お話この場を借りて、話させていただきました。見るか見ないかはねあなた自身ですけど、見たら必ず知識は伸びる、見たら必ずあなたがね友達と分かり合えなかった、会えなかったことであったりとかね、まあ、そういったことも解消しますので、私実を言いますと、まあ、読書マニア、そして勉強マニアと言いましょうか、もうそういうぐらいのね、変態オタクでございます。はい、自分で言うのもないけど変態オタクなので、ぜひともね皆様が今まで小学校、中学校、高校、まあ、大学ね、社会人になってもそうですけど、今持ってるお悩みありますよね。そういうのを私が、まあ普通の解釈とは違う形の方向性からズバッとズバッと、皆様と一緒に解決しよう、まあ、解決しなくても理解をしてね、なぜあなたが悩んでいるのか、なぜそこで立ち止まっているのかをね分解して、じゃあこの道進んでみよう、じゃあこの人に頼ってみとかね、アドバイスができるかもしれません。いや、できます。アドバイスしますので、皆さんねどしどしご応募してください。よろしくお願いいたします。はい、ほぼほぼですけど、こちら、カットせずにお届けしておりますので、ところどころ噛んだりね、言葉の羅列が間違ってたりいろいろあると思います。まあ、そこは皆さん汲み取って、はい、よろしくお願いします。あーすいません、ちょっと電源落ちてしまった。ちょっと取り直しますわ。え、はい、まあ、最後に一言だけね言いたかったんですけど、電源が切れてしまったので、改めてねこの手持ちで、ちょっとかでかいけど、あの化粧水とか、いろいろね、寝る前の下ごしらえやっとったら、こう、テッカテカですけど、最後に一言皆様に言わさせてください。最後に一言ね、まあ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ね、高評価、通知のオンもね、忘れずに。そして、第1回目は、8月末に開催されますけど、第2回とかね、第3回とかは、1ヶ月に1回は、最低でもやりたいと思います。ただ、ネタがね、なかったら続けれませんので、皆さんぜひともね、どんなちっちゃなこと、些細なことね、ほんまありんこ以下のね、ちっちゃなことでもいいからね、お悩みがあれば僕に共有してください。伝えにくいことがあってもね、僕がすべて受け止めますから、あなたは一人じゃないんで、ぜひともね、共有して、僕が形にできれば返しますし、全然その、動画にしなくてもね、来たら返信したりとかしますので、皆さんね、ぜひとも、バンバン送ってください。では TikTok ライブもね、アニアンの二次面たちをもっともっと応援してくれ、よろしく。では次回の動画でお会いいたしましょう。あっしゃー。